はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。今回はね、シューティングモードっていうのを紹介していきたいと思います。まあどうやるかっていうと、まずサルチームのお試し版を選びます。でコンピューターは適当でいいです。まあピロキとサルチームと、まあズータでかいから博士でいいかな。こんな感じで、でステージは基本一緒なんですけど、今回はメカボをまず外します。でメカボを外した4種のガチャメカでやっていくんですけど、そうすることによって攻撃のメインがパチンガーになるんで、そのパチンガーの腕前だけで戦っていくっていう試合になっています。だからもう本当あれだよね、二段構えとかダブバレとか、まあ、振り向きだったり決め打ちだったりね、そういういろんな打ち方をね練習していくっていうモードです。だから強化弾が本当に必須になってきますね。まあノーマルでも戦いはするんですけどね、こんな感じで。おお危ね、なんかいっぱいいるんですけど、逃げます、逃げます。とりあえずリロードしましょう。おおほうほう、なんかいるね。てかみんなメカニャク持ってね。まあこの試合ね、マジで取っても意味ないんですよ、必殺技の弾。よし、ダブバレ決まった。なんかトップバッターやら神アリアだね、いっぱい降ってきますね。よっしゃい、当てた。あ、落ちたね、かわいそうに。ふう、いやーなんかいっぱいいた。はい、来ましたね、お疲れ様です。はい、し三段構え、三段構えじゃねえ、トリプルバレルだ、間違えた。三段構えはね難しいんですよね。トリプルバレルまではできるんですけど、まあこっちの上に乗っておくか、そしたら登ってくるでしょう。とりあえず三段構え、いけ、三段構えじゃない、トリプルバレル、いけ。あらららら、なんかしょっちゅう間違えるな、なんか疲れてんのかな。三段構えをさ間違える、トリプルバレルなのに、なんかちょっと日本語もおかしくなってきてる。もうダメだね、ちょっと終わりましょうか、この試合で。トリプルバレルなのに三段構えって言おうとしたのに。あ、ちなみにこの赤パンは3発撃てます。まああれですね、16みたいな感じですね。危ない、お前ピロキ、お前は許さぬ、海の木図にしてくれるわ。あ、森だ、ここ森の木図にしてくれるわ。なんかいた、立ちはばかるピロキ。はい、し三段構え、お前だ、邪魔。よっしゃい、なんか二段構え当たった。バイバイ。三点バースト強いですね、赤パンの。頑張って頑張ってついたのにね、最終的にはねピシパシピシパシやられて死んじゃうっていうピロキの悲しい結末をね。やっぱピロキくんはね本当にかわいそうなやつなんですよ。あらら、かわいそうにね。はい、バイバイ。ヒポヘルにヘッドショット食らわして、あ、止まっています。 OK、 まあこれ3点バーストでいいでしょ。あー、バイバイ。3点バーストでいいでしょってやったらガードしてなんか落ちてたんだけど、 OK、 当たった、2発当たったんですけど、受ける。なんかいる、まあいいや、めんどくせえあいつ。とりあえず姿が見えたらもう攻撃していきましょう。まあこれ多分強化弾一発かダブルバレルで死ぬんじゃね。どこいる、終わり。こ
こんな感じです。このモード結構面白いよ、シューティングモード。みんなもやってみてね。まああと一戦あるんですけど、黒パンでやっていきます。もう黒パンでしょ、フルオートで打ってるし。よっしゃい、どうしようかな。黒パンは途中までフルオートでやって、その後は強化弾でやるって感じにしようかな。ちょっとね、黒パンの強さを見せつけたい。当たんね。よっしゃ、打ち合いに勝ちたいです。やばい、いっぱいいるんですけど。強化弾、お、見て、スケボーの音が鳴ってない、すごくない？いやー、やべえ、声が枯れてきた。どうしよう、爆弾邪魔。マジか、当たんない？いや、やべえ、挟まれてる。え、だから後ろからさ、ついてきてるやつがいるんですけど、誰ですかね、ついてきてんの。お前か。おっしゃい。あー、マジ死なねえの？マジ死にやがれ、お前。マジか。オッケー。振り向きでやっつけていきましたよ。あ、まだ残ってたの、弾。もういらないんですけど。よっしゃい。いや、強っ。とりあえずもう打った。いやあ、ははあ、待って、モンタの強いところ分かったかもしれん。オッケー、いけモンタ。オッケー、落とした。バイバーイ。やった、勝った勝った。今夜はドンカツだ。ゲームが違う。ウィナーウィナーチキンディナー。だからゲームが違う。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。